こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。シルバープリテンダー前に行きそうです。ジョンズコール、それに続いています。さらにはバルズプリンス、2番サンシャインリボーン、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはシルバープリテンダー、その後ろからはサンシャインリボーン、その外にバルズプリンス、青の帽子ミュージックキッド、その後ろ。その隣にローブキャスター、サファリリーダー、そのうちに続いています。黄色の帽子フライトファルコン、その後ろガルフエミネンス、そのうちに続いています。並んで5番ビーチジェム、サクセスリュー、この馬もこのグループ。少し間が空いてサクセスボタン、最後方にサクラローレル、この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。ジョンズコール、先手を取りました。シルバープリテンダー、すぐ後ろ。その外にザルーブル、黄色の帽子バルズプリンス、その後ろ。すぐ隣にサファリリーダー、その外からミュージックキッド、黄色の帽子フライトファルコン、その後ろ。サクセスボタン、そのうちに続いています。並んで4番ガルフエミネンス、ビーチジェム、この馬もこのグループ。すぐ隣にサクセスリュー、最後方にサクラローレル。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでシルバープリテンダー先頭に変わりました。ジョンズコール、ほとんど差がありません。ザルーブル、3番手サクラローレル、この位置は果たしてどうでしょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シルバープリテンダー先頭、差はほとんどありません。2番手はシルバープリテンダー、残り 200m 後続を引き離すサクラローレル、足色は衰えません。サクラローレル差を広げる。2番手はザルーブル、サクラローレル今ゴールイン、段違いの強さです。サクラローレル1着、2着はザルーブル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。サクラローレル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはコスモシャーディー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してコスモシャーディー花に立ちます。その後ろからはシーキングザパール、この馬も上がっていく構えです。さらにはストロングプレス、16番ケイプアヘッド、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはコスモシャーディー、4番シーキングザパール、2番手を追走しています。内からはストロングプレス、並んで2番リードレッド、その外にケイプアヘッド、クラウンファンキー、そのうちに続いています。その外にカナディアンシップ、ガルフブランド、そのうちに続いています。内からはファンタジーファクト。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はシーキングザパール、シーキングザパール先頭、あと 200m、 シーキングザパール先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はストロングプレス、シーキングザパール1着、シーキングザパール完勝、シーキングザパール1着、2着はストロングプレス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。シーキングザパール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはハートディッシュ、スカーレットアピール、この馬も好スタートを切りました。ブルーダスター、前に行きそうです。ピボタル、それに続いています。さらにはハートディッシュ、12番ファイブルドルフ、その後ろ。それでは先頭からブルーダスター、先手を取りました。2番カワッチトリビュート、2番手を追走しています。その外にピボタル、その外からファイブルドルフ、並んで14番ウエスタンダディ、ハートディッシュ、そのうちに続いています。その外にサンシャインパートナー、さあ先頭はまだ。7番ブルーダスター、2番手はカワッチトリビュート、これは絶好の手応え。ピボタル3番手、さあカワチトリビュート、このまま逃げ切れるでしょうか。先頭はカワチトリビュート、カワチトリビュート先頭、あと 200m、 カワチトリビュート先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。カワチトリビュート粘る、ハートディッシュ追いすがります。カワチトリビュート1着、カワチトリビュート1着、2着にはどうやらハートディッシュ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カワチトリビュート、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スーパーカラーズ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくスーパーカラーズ行きました。続いて前へ行くのはグリーンカーソン、さらにはロスリーダー、15番イタリアンクライシス、その後ろカリスマハイツ、後方から。それでは先頭から、先手を取ったのはアヌスミラビリス、その外からロスリーダー、その隣にサンライトアラート、グリーンカーソン、そのうちに続いています。その外にハートオブピエール、その外からイタリアンクライシス、緑の帽子リコーペガサス、いい位置につけました。その外からディバインライトニング、その隣にベリーアート、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭に戻りましょう。先頭は依然としてアヌスミラビリス、アヌスミラビリス、さらにリードを広げました。サンライトアラート、ほとんど差がありません。大外から緑の帽子リコーペガサス、伸びてきた。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。アヌスミラビリス先頭、あと 200m、 アヌスミラビリス先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。リコーペガサス抜けた。リコーペガサスもう一伸び、リコーペガサスゴールイン。リコーペガサス1着、2着はアヌスミラビリス。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。リコーペガサス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
新潟競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。エンドビグラス好スタート、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがエンドビグラス、続いてノーブルキャンディー、フレストシンボリ、そのうちに続いています。内からはマリーゴッド、アグネスパレード、そのうちに続いています。内からは次の早風、その隣にメジロシェイディ、その外にアドマイヤロビン、その外からナムラ国王、カワッチシェル、後ろからメジロシュア、そのうちに続いています。黄色の帽子エリモアアカデミー、その後ろ。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。ここでノーブルキャンディー先頭に変わりました。まだ粘っています。マリーゴッド、ほとんど差がありません。さあ直線に入りました。これからの勝負、ノーブルキャンディー先頭、プライムモントレー先頭、2番手はノーブルキャンディー、追いすがります。さあカワチシェル一気に来た。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭はフレストシンボリ、残り 200m、 先頭はフレストシンボリ、先頭はフレストシンボリ、フレストシンボリ先頭、カワチシェル、カワチシェルもう一伸び、カワチシェル、カワチシェル1着、2着にはどうやらフレストシンボリ、カワチシェル見事1番人気に応えました。